はい、どうもルーでございます。セブンナイツ2でございます。はい、今日はね、総戦力を上げたくて、ガチャを引こうと思っております。私の総戦力はよいしょ、173,000、サブマスのネネポラリーよりも12万低いっていう状態で、これはもうやばいと。ギルパスとしての、威厳が保てないというところで、まあ、中にはね、今回強い人めっちゃ強い人入ってくれたんですよ。42万、43万2000。ありがたいですね。なので、手っ取り早く、戦力表示には、ガチャして、装備と、キャラを揃えていくことなのかなと。あと、もし出てくれればっていうのが、ペットですね。液晶キャラがこんだけいるので、もうノーマルはいないので。まあ、あとはもう強くするためのかけらと、っていうところなんで、引いていきましょう。自分の運命が気になりますか。とりあえずまず、フリーから引かせてください。単発でもね、意外と出るんですよね。この前装備でめチケット8枚持ってる。でも俺はキャラガチャからではなく、ペット召喚から引いていきます。ほい、おー、ルーキー。もうペットガチャ券はないね。あ、マイレージあるね、装備も。弟がマイレージがないって言ってたんだけど。あ、でもポイントがやべえな、えぐいな。でも天井がないんだ。そういうことか。いきまーす。ほい。昨日単発でね、伝説引き当ててしまったんで、今回はどうなるか。おお。起床確定ですね。今本当、自分のメインで使ってるキャラ以外の装備を集めてるんで、今何が出ても嬉しいっすね。ガチャで。まあ、あとはまあ、先ほどの動画でも出した、セット装備、合わせていくっていうところですかね。メインキャラにはやっぱりそれが絶対的に必要だと思うんで。OK。起床が1個。あっさり終わってしまったな。じゃあ1個ずついきます。頼む。もう起床以上しかないんだ、持ってないのは。メリッサ。ルーキーと予想。出た。本当に出ちゃった。
さあ何が来る？おお、レンだ。オッケーオッケー。レンはね、主人公だから、必須ってなるときあるんだよね。ギガンテスのところとかマジでそうだから。今ノーマルでクリアしましたけど、メリッサ、ハードとか行ったときに怖いんでね。今一生懸命育ててるところです。メリッサ、いっぱい出ますね。出ることはいいこと。よし、来た。あー、持ってるやつ。ケイド。あれ？持ってないや。危ない危ない。希少のケイドだから持ってないわ。ギラハン。伝説のバルデル、伝説プラスのバルデルとか欲しいよね。お、チェンチェン。こんなにやったのにやっと出てきた、チェンチェン。キャラ召喚権10連。ほい。今回はね、ちょっとキャラ増やしたいんで、ルビーもちょっと割ろうと思います。おお、テオン。テオン希少なんだ。イワンも今育ててるんでね。ケイド。全然。スコット。もう2体目だな。チェンチェン。スコット。チェンチェンもな、気象の方だったらめっちゃ嬉しいんだけど。これもう1枚だけ？アーデルだ。ありがとうございます。1枚だけ？気象。そうっぽいな。オッケーです。まだチケット2枚あるんで。悲しみ。おお、やば、来た。必ず破壊の神の降臨を止めてみせる。エヴァンだ。必ず破壊の神の降臨を食い止めてみせる。やった、白銀の狼エヴァン。こういうことなんですよ。地図じゃねえや。チケットでも出るんですよ。なんかね、0.04%って本当なのかなって思っちゃうぐらい出るんですよ、これが。ヘロリー。あ、ルーキー。あ、ジュージュ。レン、オッケー。ルーキー。いや、ありがとうございます、エヴァン。オッケー。伝説キャラ確定召喚、リセットされました。あ、もう、ブルーかーって思ったら、確変しましたね。あ、アイリーンだ。持ってない。オッケー。ヘンリー。クリスタンだっけ？うん。
言わん。チェンチェン。レン。オッケーオッケー。レンの出現率は多いよね。アデル。トリスタン。ルキー。ヘンリー。まあでも新しいキャラが出ればね。30連ぐらい引くか。別に新しいキャラがとかっていうのは今はないのでね、特に俺の中で今いるキャラを育てたいっていう。そこ、オッケイル、ルーキー、起きた。おお、アイリーンまた出た。かぶってもうた。スコッツ、スヘンリー、メリサ。出ないね、2枚以上。2枚以上出ないね。ほい。爆死でしょ、爆死。あ、でもレンが2個。イアンも1個。悪くないね。これメリッサ。はい、もう10連。まあもうここまで来るとだんだん厳しいよね。もう一回行こう。よし、オッケー。チェンチェン、メリスター、ギルハン、メリスター、ケイド、イアン、クレア、レン、繊維か。やったぜ、繊維の煙突ができる。ありがとうございます。これでチームのレベルが上がる。あれキャラ召喚券またもらえちゃった。引こう。この単発にかける。たまに単発でもね、いいの打ったりするんで。メリッサやたら出てんな。はい、というわけでまあこんな感じでございました。まあ、ルビーはねできるだけたまあまあそうだな、最低やっぱり 2,3 勢は持ってた、持っておきたいな。生徒成長ダンジョンとか
やっぱ110とか使うんで、はい。というわけでですね、なんとか、新しい英雄をゲットできました。皆さんはどんな感じでしたでしょうか？ご視聴どうもありがとうございました。ルーでした。バイバイ。